よし。ということで、反抗作戦まで残り59秒なので、このままね、やっていきたいと思ったんですが、多分ね、このお金があれば、やっぱここまでしか作れないんだよな。この下がもう全然どうせ一中ねみたいな感じですけど、多分これはあれなんでしょうね、あの忍者のジャパニーズ忍者のちょっとあのレアアイテムなんでしょうね。このベルウッドの上のね、このナイトフィールドを作ったわけだったんですけど、まあ微妙だったよね。さて、私が作りたいのはこのライフスーツだね。ガードスーツ？迷彩柄の装甲って、これもあれなのかな？まあでも、ライトアーマーも作れるな。じゃあこのライフスーツを作ってお金が余らないので作れませんと。まあ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 、それはいいんだけど。じゃあこの、ライトアーマーは、次回、かな。うん。おそらく次回、お金が貯まったら、またね、外見変更だと思うので、作ってね、いけたらいいと思います。で、ライフスーツをアップグレードしちゃおうかね。これ、レベル、4になるためのこのお金が、900だから全然足りないね。よし。じゃあこれで装備をしちゃって、タイトスーツから、ライフスーツに、おお、すごい上がるな。ディフェンスもプラス3か。いいんじゃない？で、武装解体でタイトスーツをバラバラ。ジャンクパーツ L、M。多分、あれかな。ラージとかミドルとかスモールとかそういうことなんでしょうね。よし、じゃあ行こう。これより反抗作戦を開始します。各種準備はよろしいですか？よろしい。はい、イーバ作戦が発令されました。特殊強化兵部隊は速やかにブリーフィングルームへ集合してください。工作部隊の人力につき施設動力は切断され、プラント内部への侵入が可能となったと。で、左翼にいるバロン級を倒すとね。工作部隊による動力切断準備が完了した。バロン級を排除すれば周辺一帯のイーバは弱体化し、さらにエネルギープラントダッシュにより燃料枯渇問題も解決される。エネルギーさえあれば各種研究もはかどるだろう。うまくやれよ。地球の夜明け作戦を次のフェーズへ進めるため失敗は許されない。加えて陽動に当たっていた機械化歩兵師団の壊滅も近い。仲間の犠牲を無駄にするな。我々の責務を果たすぞ。それでは検討を終えろ。これより作戦行動を開始する。さあ、ということでエネルギープラントをね、ダッシュしに行きますか。お、なんか奥に人がいっぱいいるな。みんなで一緒に行けばいいのに。これエクシードユニットはまあそうだね、適宜使っていく感じにしましょうか。さて、前回は入れなかったこの奥へ入っていく感じに。プラント内に突入成功。 OK。 潜伏するバロン級を目指す。あ、そうか、バロン級を。厄介な磁場だがうまく利用できれば。何何何これ、磁場踏んでいいのかな。おーっと、ついに俺も忍者の仲間入りだ。あー、なるほど。この出入り口近くに行くと真下に戻されると。 OK。 あー、これは下に行った方がいいね。さて、うわー、うわー、もうなんかよくわからねえな。よくわからねえな。どこへ行けばいいんだこれは。の敵がいっぱいいる。こいつらも磁場を使ってやがるのか。ちょっと待って、磁場取らせて。あ、何、下に来てるね。下に何か来てる。
あ、そしてサソリも新種だな。おお、やめろあ、サソリこれあれか、炎入ってたやつか。ちょっと待て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 、これ操作系統が逆になるからすごいやりにくい。で、アイテムは下に落ちるのね。なんかもうよくわかんねえなよくわかんねえな、どこまで磁場が働いてるのか全然わからんぞ。ああ、なるほど、下のやつ、おいおい、やめてくれ。あ、でもまあ一応ダブルジャンプでいけるっちゃいけるのか。オーケー。さて、てかあの上は何だったんだ。おい、やめろやめてくれ。あー、ちょっと素材消えたじゃん。ちょっとここは気になるので、もう一回チャレンジかな。てかね、あれがいっぱいあったんだよね。あー、なるほど、180度ここは変わるよって感じのやつか。ここめっちゃ美味しかったな。で、おそらくあのもっとアップグレードされると、ほうほうほう、あれなんでしょうね、あの足元のやつも破壊できるようになってくるんじゃないかなと思いますが。でもなんか上だな、大丈夫か、こっち問題ない、行き止まりとかそういうことない。なるほどね、これ当たると180度方向転換すると、で0のやつに触れるとまあ0度に戻るから今までの方向に戻るっていう感じか。はあはあ、なるほど、大丈夫かこれ。ああ、これ90度、へえ。もうわけわかんねえな鳥さんがいっぱいいる。痛い、お前らの重力もどうなってんだっていう感じだけど、なんなんだろう、あの磁場に触れなければもう全然平気なんだろうけど、だったらそれにしてはね、なんか磁場に一回触れた後その効果範囲広くないっていう話になるんですけど、っていうかさ、これうん、アイテム下に落ちちゃってるよね、間に合わねえか。あ、ギリギリいけそうだけど、よし、ちょっとダッシュしよう。ダッシュがないっていうね、あれがあったからダッシュという概念を忘れがちになってしまうが、お、いいね。さて、で、あー、危ない、え、何それ、結構びっくりなんですけど、え、でこの奥にボスが、おお、なんだこれ、すごい入れ食いですけど全部取ったお、またコインだ。お、よし、ディグリーゼロ、かっ、エネルギーが漏れているぞ、触らないように注意しろ。なるほど、これんこれは触っちゃいけないのか。はい、オッケー、こういう感じでよろしいでしょうかこういうことを望んでらっしゃる。あ、出た、忍者。おそらくこいつらがあれを持ってると思うんだよね、迷彩柄の装甲だっけを出すと思うから、ちょっと積極的にフィニッシュキルを決めていきたいなと。ちょっとフィニッシュさせて、 OK、 これでおそらく、うーん、出なかった、いっぱい来た。これダッシュしながらなんか攻撃すると、うわっていう技をアンロックしたから、せっかく、おお、
なるほど、なんかレイピアみたいな攻撃を繰り広げるんだね。オッケー、よし、これでレア素材が出てくれるとありがたいんだが、出ないね。ご苦労様そのジャンプして俺に当たらない方向に攻撃を出しつつ俺の攻撃は当たるっていう、それをまあいいや、もう俺も上行こう。変なゴタクはいいから、もう上行ってもう戦おう。あ、ちょっとめんどくさい、めんどくさい。同じ土俵に立ったはいいけどめんどくさいな、こいつは。よし、 OK、 これみんなもういけるんじゃないか。みんないけるね。さて180度、あれちょっと待って、ディグリーゼロにしてもらって、全部拾えた今、なんか一つ拾えなかったくさいな。まあいいや。さあ道中のダメージはあまり入ってないので、これはボス戦で結構有利に戦えるんじゃないでしょうか。よーし、 OK、 撃破。なかなか出ないね。てかそもそもこいつじゃない可能性もあるからね俺あーは言ったけど、おお、なんかすごい、おお、またこれか、まだちょっと やめてくれ、ちょっと、よし、 OK、 いっぱい手に入れたぞ。めちゃくちゃダメージを食らう羽目になったが、おお、おお、ヒハじゃねえよ、ものすげえ高えなものすげえ高えな。さあということでここまで、あ、ちょっと待って、あ、やっぱ上、え、どうなってるこれ、どこ行きゃいいもう俺迷子なんだけど上下の 3D 迷路で迷子になってんだけど俺。ちょっと待って、これ大丈夫、俺はボスのところまで。セキュリティ用の防壁が閉じているな。なるほど、解除スイッチを探すぞ。これじゃないの、普通にこれじゃないごめん、多分これじゃないかなってのはもう見た瞬間分かってしまって申し訳ない。さてで、あー、これなんか結構ぐるぐる回りながらこの中心に行く感じか。だからもう一周ちょっと内周を回って、おそらくこの今いる波紋が出てる上のところへ行って、そっからなんかボスのところへ行くんでしょうね。だからまだもうちょっと遠いかな。なんだこれ、大丈夫、踏んで平気、何これ、ちょっと浮かんでますけど動けないし、なんかドヤ顔で浮かんでいくんですけど、これはいかに。ちょっとこっち行ってみよう。ああ、何、普通に上がってきちゃったな。もっとぐるぐるするのかと思ったけど、そんなことはなかったな。ちょっと待って、なんか絶対なんかいろいろ、おっ、ザッいてこのでかいノコギリをまず破壊しないと、これめちゃくちゃダメージ食らうから。まあ、そこまででもないんですけど、実際そこまでではないんですが、よし、 OK、 頑張って倒したので、Sランクと丸のこの破片ね。こっち側は何があるんだろう、ちょっといろいろ見たい衝動に駆られますな。ちょっと行ってみよう。あ、上に登れる。あれ、もしかしてさ、これ来たはいいけど、もしかしたらこれが正規ルートかだとしたら、反対側のなんか素材とかを集めに行った方がいいな。さあキャパシティを私に起こせと。いや、正直言わせてもらうけど正直言っちゃうけどね、このなんか上下反転のあれ、あっそういうことか、あの扉を開けるために奥まで行って、
まあ、扉を開けてまた戻ってくると。やべえ、戻りましょう。まあ、でも正直ね、これあんまり操作めんどくさくなるし、っていうところではある、まあ、嫌いじゃないけどこういう感じ。さーて、ここで180度転換。おお、何今の声。ちょもう着地の音が痛々しいわ。で、もうこっちに寄っておいて、あ、よし、オッケー。難しいわ。あれは初見では落ちるやつだな。オッケーオッケー。消耗してるのは俺が一番上がってる。ちょっと天井に来ちゃったから天井を先に倒すか。オッケー。これさ、天井に張り付いてる敵なのに倒したらさ、遺体が下に落ちてくってちょっとよくわかんないよ。いや、まあそういうこと言っちゃダメなのかもしれないけど、こういうゲームで。ちょっと待って、素材大事。炎症結構きついな、これ。よし、OK。結構倒した。炎症が案外痛いっていう。体力やばいな。まあでもあと2回生き返れるので、まあそこでうまくやれれば。まあ、バイタル低いって言っても、まあまだ200、300近くまであるから、そこまでじゃないと思うんだけど。よし、オッケー。ありがとう。なんかしっかりしなって言われたの初めてだからありがとうって言ったけど、だからといってね、あいつらが顔出して戦ってくれてるってわけじゃないんですよね。めちゃくちゃ来てる。ちょっとめんどくさめんどくさ。下降りよ。お、ダークマターだ。これね、ダークマターね、素材かと思ったら、この装備をアップグレードするためのね、アイテムでしたね。よし、ここでもう一気に倒した。もうめっちゃ蹴ってるけどどんだけ憎いんだ。よし、エキゾチックなんたらかんたらも手に入れて、ここで180度回れるかな。痛い。で、ここで、あー、倒しちゃった。まあいいや、もはやそんなこと言ってられる場合じゃない。敵かと思った。ほんとなんかもう倒した後にこうシュッて出てくるからね、敵なのか味方なのかもうわからないっていう。まあ言わせてもらえばどっちでもないけどね。どっちでもない。ああ、なんかあのコインがめっちゃあると思って突っ込んだら全然コインじゃねえっていう、ね、よし、 OK。 これめっちゃキャパシティ上がったんじゃない。いや、でもこれしんどいな。どうせ戻るんでしょ。ちょっと待って、ここはちょっとえぐくない？マジ？ああ、やばい、これは死ねる。ちょっと回復させて。うわー、全然ダメね。あっ、いや、まさかのこういう死に方は全然望んじゃいないけど。待って、これ無理でしょ。なんだあれ。時たまスタンしてちょっとうざい。スタン地味にうざいな、これ。わー。お、コイン出た。あれ、でもこれもしかしてそのままボスか？
戻るなんてことはさせない感じ。どうなんだろう。おお、なんだ。あ、普通のローラーくんか。ちょっとよくわかんねえな、ここの構造が。これ上のやつ当たんの？地面にいるとき上のやつの攻撃当たるんだったらすげえめんどくさいけど、ちょっと待って意図しないときにその上に行くのやめてほしいわ。あ、でもこれそうか、重力反転してるときはダメージがどうやら入らない、スーパーアーマー状態っぽいから使えるな。緊急回避に使えるかもしれない。よし、 OK。 敵を撃破。さあ、いいアイテムを出してくれないかな。怨念のこもる前足、こいつらもまあ一応セーブする。よし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 、オッケーオッケー。とりあえず、おい、やめろだからその意図しない反転はやめてくれ。戦いにくい。ここはちょっと、よし、オッケー。もうちょっとこっち来て。やめて、それはやめて。俺そっち行くとさ、あの地面に下ろされちゃうから、ちょっと来て。お、なんとか抜けた。よしで、OK。 これで A ラン。あれ、ちょっと待って、なんで今回は上になんで今回は上に。よしで、もしかしたらこの先にあの扉開けるやつあるかもね。ない？どうなってる？ここで開けるか。ここで開けてもらって。あ、はいはい、上開いて。あ、なるほど。で、これで、そうかそうか。これでふわーっといって。で、ここで入ると。オッケーオッケー。よし。じゃあ、ボス戦と参りましょうか。リアクタールーム。どんなのがいるんだ？あいつがここのボスか。こんな、あ、キモなんかこれ窓まぎに出てきそう。ちょ、あんま無理すんなよって、無理できるのは俺しかいねえだろ。ちょっと待って、こいつ強くない？ちょっと待って、お、俺ちょっと残機少ねえから、残機あと1だからさ。なんだこれ、しんど。あ、降りれる。よし、 OKOK。 このなんか重力反転攻撃みたいなの当たると相当やべえな。ちょ、なんか下にいる口みたいなのうざい。こいつらから回復出てんのか。うん、出てないな。普通にダメージ食らったわ。うわー、これスタンうざいなスタン相当うざいぞ。ああ、なるほど、このボーダーを越えるとどっちにもいるな。どっちにもいるっていうか、下にいたやつは上に来たのか、これ。ちょっとよくわからんな。待ってくれ待ってくれ、ボーダーを越えて下に行こう。しんどこの戦いちょっとうざいなんで上行くんだよ、なんで上行くんだよ。やべえなこれ、あんまり勝てる気はしないけど。このちっちゃいやつを倒していけばいいのかな。これ倒せるとそのうち来てくれたりするのかな。ちょっとよくわからないけど、戦い方がわからない。やばいこれ、これボーダーだって超えちゃうと、あいつなんだなんだ、特に慌てるようなこともしてこなかった。あ、でなるほど、この変なぽよぽよは、ぽよぽよでもないけど、この上下にいた変なやつらがあれか。ちょっと待って、
あーなんかすごい微妙、戦いにくすぎ。わーやめろ消せるか、消せないな。ちょっとイクシードユニットが全く何の役にも立たずにオフラインになったな。戦いにく、面白い戦いではないなこれ。おやばいやばいやばい、これ下手したらめっちゃこいつこのちっちゃいやつを倒しておくのは結構重要みたいだな。ブランコのディスクエネルギーを引かせてやがる。とにかく攻撃しろ、分裂できなくなるまで細切りにしてやれ。バイタル低下しているぞ、気をつけろ。これ分裂してんのか、ちょやめろやめろ、マジやめろそれ。まあ、死んだし。生命反応停止、次を用意しないと。嘘で、これでちょっと腕を壊させていただきたい。やばいやばいやばい、バーオーバーキルもいいとこっていうね。はい、ちょっとやめてくれやめてくれ、初っ端からそれはちょっときついものがあるな。よしこれで貯めて、ではこれは全体に効いてるのかな、どうなんだろう、ちょっとわからないんですけれども、結構効いてくれてるね。さあさあ早いとここいつらを倒して、よし OK。 あーでも基本的になんか回復するのはもしかしたらイベント的なあれなのかもしれないな。痛い痛いです、ちょっと麻痺してんな。でこいつらを倒さないことに、ちょっと待って、これでちょっと倒しちゃおう。腕ちぎれた？ちぎれてないね。そのね、そのシュ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 やってくるね、テンタクルがすげえうざいんですわそれがね、結構うざいんで、早いところちょっとその腕をね、あのないないしてもらいたいと。よし、オッケー、ないないしてもらったね。オッケー。で、おそらくなんですが、この本体を本当に、もう、この分身も叩きつつ、本体もがっつり攻撃していった方が良さそうなんだよね。よし、オッケー。痛い。バイタル低下しているぞ、気をつけろ。まあ、最悪あと1回死んでも大丈夫だからこれ麻痺が結構ねきついっていうね。よし、あれ、ちょっと どっち行くの。このボーダーを越えちゃうと反対側に行っちゃうのは本当、まあ使えるときには使えるんだけど。よし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 、全然良くない、ちょっと麻痺してんな。よし、これでゴリゴリ削るぞ。うそ、まさかのここで回復か、タイミング悪いな。来るんじゃない。よし、こいつを倒してちょっとエクシードユニット使える。ま、待ってくれ。しょうがない、この体力を使って、これはちょっとしょうがなかったな。あー、うざい。重力ステージ考えたのは別に悪いとは言わないけど、ちょっと先進的すぎたんじゃないか。よし、両腕いったぞ。
なんか変な機械の部品みたいなのを手に入れたが、まあそんなことはどうでもいいわ。でここにいるやつらをちょっと倒して、これで倒せるか、ちょっときついな。よし、オッケー。早くエクシードユニットを使えるようにしてこいつを叩きに行かないとダメですね。お、なんかソードマスタリーが、これでいけるか、いけるか、いけなかったな。よし、うーん、まだ足りないな。うぜえうぜえとしか言いようがないけど、危ない。地味にこのレジストしてんのかな。レジストもうざい。よし、倒せるか、頼む、いけてくれ、もういけろ。よし、オッケー、やった、やっていけたよ。いや、こいつ倒すのに8分。いや、マジやばかったよマジやばかった。嘆き、嘲笑の響きか。いや、やっとかっていう感じですよね。ファイナリーですよ、私的に。ソードシールド。で、今のはどうやら、ソードとね、シールドが、攻撃？青玉。ソードとね、銃じゃなくてシールドをつけられるようになると。倒れないの討伐、おそらく。見事だ。以降、本プラントを地球連合軍の管理下に、複数部隊の拠点をウィスコンシンへ移す。地球の夜明け作戦主力である特殊強化兵部隊並びに通達を受けた部隊は地球移動準備を開始せよ。現在美術班によるプラントの損傷確認が行われているが、各所の点検修復作業が完了次第再稼働する予定なの。電気が使える分他の場所よりマシな生活を送れるはずよ。これにて地球の夜明け作戦第2フェーズは完了。次の任務発令まで待機とする。アランが部隊に復帰した。何事もなかったかのように。アランっていうのは暴走した人だよね、おそらく。待機命令が出た直後だった。怪我が回復したので次回の作戦から復帰すると。それだけじゃない、奴は全てを忘れていた。家族のこと、恋人のこと、戦いに関する記憶以外、すべてを。アランに何が起きたのか、俺にはわからない。他の隊員たちは何も疑問に思っていない。どういうことなんだ。上層部や研究班に説明を求めるべきなのか。うん、何やらこういうゲームにはつきものですが、疑惑が。エネルギープラント、ウィスコンシン州マディソンの大規模学術都市のため建設されたエネルギープラント。本プラントは学術都市全体のエネルギーを賄う社会実験のために開発運用されていたものである。イーバ襲来後はバロン級イーバローレライに占拠され、生産するエネルギー全てを強奪されていた。特殊強化兵部隊によるプラント奪還成功後は地球連合軍の管理下で稼働している。もう稼働し始めたんだね。台剣と弓の開発スキル解放。新たな武装として台剣と弓が制作可能になりました。弓それに伴い台剣と弓に関するスキルが解放されました。解放されたスキルはスキル設定メニューからうんぬん管理。はあはあ。いや、でも台剣はいいけど弓って何。しかも台剣なんか銃っぽい、なんか銃弾ついてない。台剣片手剣と比べ攻撃時の隙が大きいが、他の武装よりも高い攻撃力を誇る武装。種類によって様々な特殊効果が発動し、
さらに敵の攻撃にのけぞらない状態になれるが、これは規定回数分の攻撃を行うと効果が切れてしまう。一定時間が経過するか、 Y によるリロードを行うことで効果を持続させることが可能。リロード、はんはん。弓矢、弓による遠距離攻撃と蹴りによる近距離攻撃で敵との一定の距離を保ちつつ戦える武装。攻撃対象に刺さっている矢の数が多いほど対象への蹴りの攻撃の威力が増す。はーん。ソードマスタリーがレベル5に達成したことで両手に片手剣が装備できるようになりました。それに伴い双剣スタイル用のスキルが解放されました。解放されたスキルはスキル設定メニューから確認できます。双剣、両手に片手剣を装備した状態、一定時間に10ヒット達成すると攻撃力が上昇、以降10ヒット達成ごとに上昇効果が延長される。装備する剣の組み合わせによっては敵に攻撃の機会を与えない戦いを可能とするクロート向けの戦闘スタイル。新たな武装が開発可能と。結構長いね。まあじゃあちょっと見ていくか。あ、待って。あ、まあいいや。まあいいやということで。これか。大剣ってのは。でもまあなんだ。今使ってるのはこれなので、そうだね。この国広、テックがすげえやつを作って、あ、でも大剣もテックすげえな。はあ、はあははあ、バットとロビン。え、バットとロビンって。バットマンかよ、みたいな。しかもなんか、バットの上位版がロビンみたいになってるけど、逆だろっていう。で、超越機関、エクシードユニットの新しいやつがいくつか出て、マイティースーツ。ははでも、あ、これすごいな。ヒットポイントアッパーっていうアクセサリーが作れるようになってるが、金が足りないわけじゃなくて、何が足りないんだこれ。ああ、黄色の玉と火玉みたいなやつが必要なのか。で、今つけてるのがライトアーマーのこれですね。はいはい。じゃあこれ作っちゃおうかな。とりあえずしばらくは双剣スタイルでいけたらいいかなということで、まあなんかこの辺りを入れてみようか。全部特殊効果持ちっていう。まあ持ってるからね、入れちゃうよねっていう。金高っ。呪縛の闇、なんかものすごいのがものすごいのができた気がしますけど。で、装備で、このナイトフィールドを呪縛、おおおおって言うほどでもなかったけれども。で、これで強化しちゃって、呪縛の闇。いや、もうなんかすごいエフェクトがいろいろ、多分、おお結構ね、これやると、お得にできるんじゃないかなっていう。今更だけど。これは取っておこうか。今後銃を使うことがあるかどうか、まあまあまあ謎だけど。よしよし。さて、ということでだ。あー、20時間後か。なかなか時間はないけれども。ほうほう、これで、あれか。基本的にこっち側は、あれなのかな、右側はその新しい武装の基本攻撃みたいな感じで埋まっていくのかな。うん、なんか基本的にそうっぽいね。うん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 。で、両手剣のはなぜかオフラインになってて、オンラインにしないといけないけれどもっていう感じで、これはなんだ。はは、まあまあつけておくよ。まあつけておいて。でね、まあこれもすごいつけられるので、ここら辺もオンラインにしていきましょうか。オッケーオッケー。で、その他のこれはなんだ？ソードシールド。片手剣で飛び道具を弾けるようになる。はは、いいじゃん。いいね。そういうことか、ソードシールド。で、これが、両手剣ということでいいんでしょうか。うん、両手剣ということでいいのかな。
っと待って、両手剣は、ああこっちか。まあでもあの X の基本攻撃の方でいいでしょう。はい。ということで、そうだね。でサブミッションの方もまあ基本的には終わらせてあると。ケルベロスの足を発見。これもやばそうだ。ということで次回はどうしようかな。サブミッションは終わらせた状態でメインの方に入っていくかもしれないです。今後はね、もしかしたら。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたが、今回はこの辺りで。それじゃ、またな。